皆さんこんにちは。モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻元です。本日はモンスターハンターワイルズショーケースとして皆様に最新情報をお届けしたいと思います。それでは最新のプロモーション映像をご覧ください。ここが。よく来たな。ここは日釜の里アズズだ。もう準備してる。あの子張り切ってるね。ただいまご覧いただいたのはハンターたち調査隊が到達する新たなフィールド湯湧谷。油泥が湧き堆積し、時には激しい炎が燃え盛る土地です。ここでは油泥が深く堆積したエリアで見られる重粒子ププロポル、火柱の磁気に活性化し口角をこすり合わせて赤熱する蛾獣種アジャラカンなど、過酷な環境に適応したユニークな生態のモンスターたちが生息します。大きな日釜を中心に広がる集落日釜の里アズズでは、ものづくりの技に長けた人々が暮らしています。黒い炎だ。そしてアズズで黒い炎と呼ばれ語り継がれる謎のモンスター。この地で調査隊は何を見るのか。新たな事実と深まる謎、さらに広がる物語へもどうぞご期待ください。昨年の発表以来、世界中の皆様から非常に多く反響をいただき、開発一同驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。一日も早くプレイしたいと待ち望んでいただいているハンターの皆様へお知らせです。モンスターハンターワイルズのオープンベータテストの開催が決定いたしました。対象となるプラットフォームはプレイステーション5、 XBOX シリーズ XS、 Steam となっており、これらの垣根を越えて遊んでいただけるクロスプレイにも対応いたします。開催期間はご覧の日程となっておりますので、もう少々お待ちいただければと思います。
さらに PS5 でプレイステーションプラスに加入されている方は、先ほどの日程よりも早い先行プレイをお楽しみいただけます。詳細に関しましては公式サイトなどでご確認ください。それでは続いてオープンベータテストの内容をご紹介いたします。オープンベータテストにはキャラクターの作成、ストーリー体験クエスト、土砂熊討伐クエストの3つのコンテンツが含まれます。キャラクターの作成は製品版と同等の機能を体験可能です。今作では体格の設定などが可能になり、より自由度が高まりました。そしてオープンベータテストでのキャラクター作成情報はそのまま製品版に引き継いでいただけます。期間中は何度でも作成のやり直しが可能です。この機会にお気に入りのハンターとお供アイルーを作り上げておいてはいかがでしょうか。にゃ、頑張ろう。拝命しました。拝命しました。ストーリー体験クエストでは物語の序盤を描くカットシーンから基本的なチュートリアルを含むチャタカブラ討伐までをプレイ可能です。シームレスにつながるゲーム体験をお楽しみください。土砂熊討伐クエストでは群れを率いるボス土砂熊の討伐を目指します。どちらのクエストも救難信号を上げることでオンラインでつながったプレイヤーたちとのマルチプレイをお楽しみいただけます。プレイヤーが集まらない場合には最大3人の NPC サポートハンターたちが合流し狩りの手助けをしてくれます。編纂者のアルマに話しかけることで使用できるクエストカウンターからはマルチプレイ人数などの条件について詳細設定が可能です。他のハンターと共に狩りをする際にもお供アイルーと離れたくない猫派のハンターもサポートハンターに助けてもらいながらクエストに挑むこともできます。オープンベータテスト中にはプラットフォームの垣根を越えたフレンド登録が可能ですが、その情報を製品版に引き継ぐことはできませんので、どうかご了承ください。オープンベータテスト用の限られた範囲とはなりますが、隔ての砂原に広がる生態系をどうぞご確認ください。今回のオープンベータテストをプレイしていただいた方を対象に製品版での武器を飾り付けられるチャームをご用意いたしました。この特典はダウンロードコンテンツとしてお受け取りいただけるようになりますので、製品版ではぜひ武器やセクレートをデコレーションしてお楽しみください。ここからは商品情報についてお届けいたします。モンスターハンターワイルズの発売日は2025年2月28日金曜日、プレイステーション5、XBOX、シリーズ X、S、STEAM にて世界同日発売となります。モンスターハンターワイルズ通常版のほか、ゲーム本編に豪華なダウンロードコンテンツをセットにしたデラックスエディションも同日発売いたします。さらに今後配信予定のある3つの DLC パックとゲーム本編がセットになったプレミアムデラックスエディションもご用意しております。そしてこれらの商品には数に限りのある限定特典として、ハンターの重ね着装備ギルドナイトシリーズと序盤の進行に役立つ希望の5席が含まれます。数量限定とはなりますので、この機会にぜひご予約いただきお受け取りください。さらにプレイステーションストアでご予約の方には限定予約特典として、モンスターハンターワイルズデジタルミニアートブックをご用意しておりますので、こちらもどうぞお見逃しなく。ここまでご紹介したモンスターハンターワイルズの各種商品情報は公式サイトにも掲載しておりますので、詳細につきましては公式サイトをご覧ください。本日のモンスターハンターワイルズの情報は以上となります。放送をご覧いただきありがとうございました。皆様のオープンベータテストのご参加を心よりお待ちしております。製品版に引き継ぎ可能なキャラクター作成と、
物語の始まりに触れられるストーリー体験クエスト、ダイナミックに変化していくフィールドでモンスター討伐を目指す土砂熊討伐クエストをぜひプレイしていただければと思います。今後も継続して情報をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください。それではオープンベータテストでお会いしましょう。ひとかり行こうぜ。